スカイアス魂1995。こんばんは。北海道十勝スカイアースの MC 勝子と中村義勝です。この番組はスカイアース魂1995ということで、広大な緑と澄み渡った青空で広がる北海道十勝から J リーグ入りを目指すサッカークラブ北海道十勝スカイアースの試合情報はもちろん、選手など様々な方に来ていただき、一緒に思いを発信してもらいます。皆様と共にスポーツを通じて十勝を盛り上げていきましょうということで、今回第2回ということなんですけど、皆様4月に入ってどうお過ごしでしょうか。私ですね、中村はですね、最近クリアさんの番組も聞いてる方多いと思うんですけども、クリアさんの刺激を受けてお腹が超気になっております。自粛期間で買った、背筋マシーンをですね、久々に洗濯竿から変わりまして、トレーニング機械として、日々毎日背筋とか筋トレをしてですね、鏡と向き合っている日常がほとんど増えてきました。これは完全クリアさんの刺激ですね。はい、なので4月もこういった、体をムキムキに僕もするという目標を持ちながら進んでいきますけども、本日も北海道十勝スカイアースのこの大きな目標をつかむために、僕らの物語に少し耳を傾けていただければと思います。それでは今日もゲストをお呼びしたいと思います。前回第1回ということで、金沢社長にスカイアースの今までの生い立ちを話していただきましたが、第2回目は今シーズンのチームについてこの方に話してもらいましょう。スカイアースで今シーズン監督を務める長野聡監督に来てもらいました。長野監督、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。スカイアースで今シーズンから監督を務めさせていただく、長野聡です、よろしくお願いします。長野監督、今日はラジオ出演ということで大丈夫ですか？緊張してませんか？緊張してます。確かに僕は前回超硬いって金沢社長に言われながら進めましたけどもちょっと柔らかくいきたいなと思いますので、まず長野監督、出身どちらになるんでしょうか？はい、出身は、福岡県の北九州地方の犀川町という田舎町になります。いいですね、北九州、はい、食べ物とか何が美味しいんですか？いや、福岡はまあ全体的に美味しいんですけど、北九州の名物といえばやっぱりうどんとか、あ、うどん、結構、はい、地味なご当地グルメとして、はい、あるんですよね。九州というのが博多のラーメンみたいな、はい、北九州はラーメンを、はい、ラーメンも有名です。ラーメンも有名なんですけど、同じぐらいうどんも有名で、うどんのお店の方が多い、一緒ぐらいかな、結構多くて、はい、皆さん北九州に行ったらまずうどんですね。いや、うどんぜひ、助さんうどんっていうチェーン店があるんですけど、へ、はい、そこ知らない情報がたくさん、結構至る所にあるんで、あ、そうなんだ、はい、美味しいですね、はい。そんな、九州出身というところで、まあ、大学も福岡の大学ですね。そうですね、福岡大学です。で、はい、そこからアビスパ福岡、はい、ここが3年ですか？
いやトータル5年ですね。その間にヴェルディにレンタル半年行ったんで、でその後がギラバンツ、はい、ギラバンツに北九州、はい、3年ですね。 J リーグチーム体験経験したのは3チームになるのかな。3チームです ね、はい、一番どこが自分にとってやっぱりこう思い出深いというかいい経験になったとこだなとかあるんですか。いや3チームともかなり、いい経験をさせてもらったんですよね、うん、アビスパはやっぱり自分をプロに、引き入れてくれたチームということで、うん、すごく愛着もありますし地元ということで、はい、大好きなチームですし、東京ヴェルディは東京ヴェルディで本当にこう本物のプロフェッショナルを、うん、あの教わったクラブって感じですね。でギラバンツ北九州は、僕が行った年が J2 に昇格した年だったんで、うんうん、まあ、そういう昇格のイズムというか、うん、はい、そういうのを経験させてくれたっていう意味ではすごくあの思い入れがあるクラブですね。でギラバンツ北九州からタイ。あ、そうですね、タイ。なんでタイに急に海外行こうってなったんですか。いやタイ、そうですね、ずっともうギラバンツ、まあ、アビスパをクビになった時点で、うん、まあ、J リーグがちょっと低迷してた時期で、うんうんうん、まあ、全体的に多分お金がない時期だったと思うんですよね、うん、J リーグ自体が、うん、でやっぱり、ベテランが結構その解雇戦力外通告っていうのをよく受けてて、 あった時期があるかな。で僕も正直そのアビスパでもギラバンツでも試合には出てたんで、うん、試合に出てあの戦力外になるっていうのを経験して、なんかちょっと J リーグって子供の時憧れてたこう、うん、試合に出れれば大金が稼げるっていうのからかけ離れてきたなと思い、そういうのはで思っててちょっと燃え尽きかけてた時に、うん、海外からオファーがポンってきたんで、あ、これはチャレンジしてみようと思いましたね。それがナコンラーチャシーマーですし、これなかなか僕も言えないんですけど、正式にこの中野さんから、いや合ってます。ナコンラーチャシーマー、松田 FC っていう、松田っていう日本の車の会社の名前があるんですけど、僕らが行ったことでナコンラーチャシーマー市県っていうところなんですけど、うんうん、そこに松田の工場があって、そこの社長がもうサッカー大好きで、日本人選手が来たならもうクラブ名変えようっていうんですごい、ね、松田入れてくれたんですよそれぐらいあのタイってサッカーが盛んな国なので、ここで優勝とかなんかすごいいい経験したんですね。そうですね、僕が行った時は T2 って言って2部だったんですけども、うん、おかげさまで優勝させてもらって、うんうん、はい、でその町自体がやっぱり熱狂的なサッカーに熱狂的な町だったので、もうすごく盛り上がりましたねその年は。でその海外を経て、まあ、2018年から、まあ、北海道とかチスカイアースっていうところに、はい、まあ、藤川さんを通してね、前、はい、代表の藤川さんを通して来たと思うんですけど、はい、藤川さんとはこれどのタイミングで会ってたんでしたっけ。藤川さんはアビスパの時に、僕が選手時代に藤川さんがゴールキーパーコーチとしていらっしゃったので、うん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 、そこで何かちょっと縁がありまして、うんうんうん、すごくよくしてもらっていましたね。当時の藤川さんはめちゃめちゃ怖かったって。めちゃめちゃ怖かったです。もうキーパー、若手のキーパーがいたんですけど、まあ、僕も2年目とかで、うん、あのルーキーのキーパーいたんですけど、うん、毎日泣いてましたね。泣いて、そうやって聞く。練習後はグラウンドの横の速攻で、うん、あの戻してましたからね一体何があったんだみたいな。いや、そうなんね。鬼の藤川でした ね、はい、仏の藤川しか僕知らないんだよ。ああ、そうか、そうか。まあ、僕にも優しかったですね。キーパーには、ことキーパーのことに関しては本当に厳しい方でしたね。実際2018年にスカイアースの選手として、まあ、北海道に来たと思うんですけど、はい、北海道に来た第一印象っていうのかな。いや、すごくいいとこだなっていう印象ですね。やっぱりご飯が美味しいっていうのは今でも感じますし。本当、何が、まあ野菜とか、いや、もう野菜も海鮮も美味しいですし、肉も美味しいですし、全部美味しいですね本当に、はあ、これなんかずっと十勝にいるとなかなかこう感じれないのがやっぱり他の選手とかも言いますもんね、はあ、僕毎年やっぱりお世話になった方に野菜とか、うんうん、送るんですけど、うん、やっぱみんなすごく喜ばれますし、なんて言っても毎年こう例えばトウモロコシを初年度に送ったら、うん、次の年にジャガイモとか、うんうんうん、アスパラとかその
こと書かないというか贈り物に、はい、いやそれもやっぱりすごいなと思います。はい、そんだけ魅力がたくさんあるってことなんで、はい。実際、まあ、来た時ってもともとフェアスカイの時だった選手とかもいろいろいて、はい、ちょうどこう混ざり合う時期だったと思うんですけど、はい、ギャップってなかったですか、今までこうプロとしてきてやった選手だったけども、こうアマチュア色が強いこのチームに来た時って。いやめちゃ、まあ、正直めちゃめちゃありましたね。めちゃめちゃありました、ね、やっぱり、はい、そうですよね、みんな仕事やってる人とかね、はい、でもそれは聞いて覚悟を決めてきてたので、うん、むしろやっぱりもうスカイアースとしてはプロを目指すって表明してたので、そこをじゃあどうやって変えていくかなっていうのを常に考えてましたね。そうですね、はあ、どうやったら一番最短距離でクラブが J リーグに行くっていう意識になるかなと思いながら日々過ごしてましたね、うん、そうですよね。多分当時いた選手も練習で 4,5 人毎回というか週2回ぐらいの練習で来てたのが急に毎日あるみたいな形で仕事終わってから来るっていう、はい、その心の変化と環境の変化もいろいろあったのかと思うんですけど、はい、まあ、その一番こう、まあ、大変な時期っていうとあれだけど、はい、そこで選手を経験した、まあ、長野監督、まあ、選手から監督になると思うんですけど、はい、実際、まあ、去年選手やってて、はい、まあ、急遽っていうか監督のお話が多分 GM のジョーから言ったと思うんですけど、はい、初め話来た時どう思いました？いや不安というか、まあ、僕本当にライセンスも持ってないんで、うんうん、でも僕にできんのかなってっていう思いがありましたね、うん、はあ、もう即決でやりますみたいな。いや即決まではいかないですね、正直。、はあ、不安もありました。正直そんな生半可に、ね、はあ、でもなんか僕結構そういう流れを大事にしてきたので、うん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 、人生の決断、うん、で難しい方を選ぶっていうのが僕の信念にあったので、うんうん、まあ、これはある意味何かの流れというかご縁だと思って、難しい方をやってみようっていうチャレンジ精神で、はい、引き受けさせていただきました。難しい方だよ。本当だよね。今監督やってみて、まあ、この後実際トレーニングとかそういった話聞こうと思うんですけど、今チームの雰囲気ってどうですか？いや今のチームの雰囲気はいいと思います。はい、やっぱり始まってもう2ヶ月ぐらい経つんですけど、そうですね、うん、はい、まあ、僕がまず何をしよう、監督になって何をしようかと思って取り組んだのはやっぱり意識を変えようと思ったので、うんうんうん、選手たちのね、はい、うんうん、やっぱりその先ほどもおっしゃっ、あの加瀬さんおっしゃってたように、うん、やっぱりアマチュア職というか、うん、やっぱり抜けきれないチーム、うんうんうん、が僕が選手時代やっぱりそこが一番感じてたので、うん、やっぱりまずは言い訳をなくすっていうところから、うん、あの意識改革を毎週のミーティングで、うん、あの口酸っぱく言ってきたので、うん、はい、少しずつ、はい、練習の前になんか随分ミーティング入ってるのがカレンダーで見えられる、はい、かなり入れてますね。入れてるよ、はい。はい、まあ、僕にできるのはそこかなと思いまして、大事なことだと思います、はい、じゃあ実際、まあ、トレーニングについては次聞かせていただくというところで、まあ、ここで一回曲を挟みますね、はいはい、でスカイアースで選手で、まあ、ホーム戦の時に入場でよく流させていただいている北海道を代表するこの曲を一度流したいと思います。サポーターの皆様はもう何の曲かお分かりですね。それではこの曲を一度どうぞ。するっていうのはかなりやっぱりそうだよね、体育館の広さだもんね、ね、はい、フルピッチじゃないからね、はい、ロングボールも蹴れないし、はい、でもまあ僕がもう選手たちに言い訳をしないって言ってますんで、うんうん、最初にね、僕自身もやっぱり言い訳をしないっていう、うん、あのテーマで、うん、じゃあどうやってやるのかっていうとこから、うん、あの年末は始めてたんで、うん、はい、そこはかなり考えてますね、うん、日々。今のところ室内トレーニングは順調に、まあ、終わったというか、そうですね、うん、怪我人は出さなかったので、うんうんうん、でそしてやっぱり外に出るまでどうそのトレーニングが、積み重なっているかっていうのは正直不安だったんですけど、うんうん、まあ、4月から外に出だして、うん、やっぱりかなり、うん、その落とし込めてるかなという手応えはありますね。やっぱ体育館から外に出ると違う、全然違いますね、気持ちも、はい、選手はやっぱりロングキックとりあえず蹴れない、ね、いやそうだよね、はい、いや本当だよね、はい、今は音府県の、ま、キックロスがメインになってくるのかな、はい、ということで、まあ、若干まだ寒いかもしれないけど、そうですね、今仕上がり的にはどうですか？いや、まあ、
コンディション的にはまだまだですね。でもやっぱり体育館の狭い中で、うん、あの積み重ねてきたものっていうのはやっぱり全体のピッチを、細かく分割した局面のトレーニングをしてたので、うんうん、狭い局面でのパス回しだったり、うん、守備の囲い込みだったりっていうのはかなり精度は上がっているんじゃないかなと思ってますね。今年のまあチームスカイアースのチームで、まあ、長野監督のスタイルとしてはこうどういったチームにしたいとかってあるんですか？僕は今年のテーマとして、うん、トカチアクションフットボールというテーマを決めました。はい、はい、まあ、アクションっていうのはあの文字通り、うん、行動するということで、うんうん、やっぱり守備に関しても攻撃に対しても自分たちから仕掛けていこうというテーマで、攻撃だったらどんどん自分たちで仕掛けていく、うん、で守備だったら奪いに行く、うん、守って引いて守るんではなくて自分たちでプレスをかけて奪い切って、うん、そこからまた攻めようっていうスタイルを大きなテーマとして掲げてますので、うん、まずそこからこう逆算して今落とし込んでいってる状態ですね。でも試合ではもう、まあ、取りに行く、攻めに行く時も守る時も積極的にこう取りに行くアクションするっていうところがやっぱり試合に来る方たちの見どころというか、いやだと思いますね。そこを楽しみにしてみてもらえればなっていう感じですかね。はい、まあ、で5月23、今の予定だと5月23、北海道リーグ開幕予定みたいな形ですけど、はいはい、これ、まあ、天皇杯予選と北海道リーグで戦い方変えるとかってありますか？いや特にないですね。やっぱり、うん、選手はやっぱり僕が常日頃から言ってるのはやっぱり選手はスカイアースで終わってほしくないと、うんうん、若い選手がどんどん集まってきてスカイアースで結果を出して、うん、そして個人で J リーグに行けと、うん、いうことを常に、ね、はい、言っているので、うんうん、そのやっぱりそれがチームの成長でもあるし、うん、個人の成長にもつながるということを常日頃言っているので、うん、この天皇杯というある意味全国 の、うん、あの目が集まる大会なの で、うん、でまして相手がJ リーグの相手だということだったらそこで結果を出せば、うんうんうん、やっぱり J のスカウト陣は絶対そこに興味が行くので、ね、うん、間違いなく見られる、はい、まずそこで結果を出せと、うんうん、でもちろん同リーグでもやっぱ手を抜くと、うん、やっぱり僕はその調子いい選手を使うって言ってるので、うんうんうん、そこで手を抜く選手がいればもちろん外されるっていう危機感も多分選手はあるので、うん、まあ、常に毎試合毎試合 100% でやってくれるんじゃないかなとは思って、楽しみだねこれね。一発目の試合のスタートメンバーとかね、いやそうっすね、誰が去年のメンバーと同じで新戦力がどれだけ食い込んでこれるかっていう、はい、これちょっと僕も個人的にはすごい楽しみだ。俺も、ね、楽しみですよね。面白いっす、また見てる方もね、きついんじゃないですか、監督やっててやっぱりメンバー、いやそうっすね、そうっすよね、選手から監督だから、うん、それはあるかもしれない。はい、そしてチームの中も、うん、やっぱり試合が始まってそういう競争の結果が明らかになって、うんうんうん、どういう雰囲気になるかっていう、うん、いやそうですね、そうですね、情とかなんか入っちゃいそうだもんね、はい、選手で一緒に頑張ってたお前がやってくれとかね、はい、あるよね、そうですね、本当だよね。まあそうですよね、まあ、実際今お話聞いてきた中で、まあ、長野監督が経験してきたその J クラブとかタイリーグの、まあ、スカイアースの違いってやっぱ意識を変えるところだっていうところだったと思うんですけど、はい、最後にこう、まあ、金沢社長にも最後聞いたんですけど、はい、あなたにとってのスカイアースとは。いや、お、いいテーマ来ましたね。いいテーマですね。ね、毎回聞こうと、ね、パクリだ。え、あ、いや、そんなことですよ。これ僕自然にはちょっと出てきちゃったんですけど、あなたにとってのスカイアースとは。なんですかね、僕にとってのスカイアース、うん、やっぱり第二の故郷ですかね。そこまで来ちゃう。いや来ますね。シーズン的には長いもんね。長いっすね。長いですし、うん、やっぱりあんまり中途半端な思い入れで来てないというか、うんうんうん、やっぱり藤川さん の、うん、あの絡みもあるので、うんうん、はあ、やっぱりそこの場所にあの呼ばれた理由というものを果たすために命を懸けようと思っておりますんで、うんうんうん、はい、第二の時は、これはもうこのラジオ聞いたらきっと長野選手のファンから長野監督のファンにね、いやいや変わる人がこれいるんじゃないかな。もともと結構人気だったからな、長野選手の時から。いやいやいや、でもやっぱり基本は選手で持ってるチームにしたいんで、うん、僕は監督がやっぱり主役というよりは、うん、勝った時は選手のおかげ、うん、負けた時は監督のせいっていうスタイルを貫きたいと思ってますので、うんうん、そうですね、はい、選手にあの少しでもいい
こう環境を与えたいなと思ってますんで、うん、はい、いいですね、まあ、ちょっともう時間ももう迫ってきましたけども、はい、それじゃあそんな第二の故郷と言ってくれた長野監督からですね、はい、最後にこうおすすめの一曲を、届けていただければと思いますけど、はい、何にしますか。いやあんまり有名な曲ではないんですけども、うん、はい、言っていいですか。どうぞ、はい、竹原ピストルでカウント10という歌が、はい、いいですね、大好きなので、はい、ではこの後そのおすすめの曲を聴いていただいて、本日長野監督ありがとうございました。はい、ありがとうございました。1995本日の放送は以上となりますが、お聞きくださ、お聞きく皆さん、これはもう一回いいですね。これはこれは、ここ使うけどはい、ということで気を取り直しまして、本日の放送は以上となりますが、お聞きくださった皆様いかがだったでしょうか。番組では番組の感想や選手やクラブへの質問を受け付けます。北海道トカチスカイアースの公式ホームページのメッセージからや各種 SNS へどんどんお送りください。北海道トカチスカイアース初戦まで残り1ヶ月と、いよいよ北海道にも本格的にサッカーシーズンが来たかと思うこの頃です。次回はいよいよ MC に選手が登場いたします。一体誰が MC をやるのか、またその選手が他の選手のインタビューをしてこう盛り上げることができるのかとか、今後見どころが満載、聞きどころが満載というところですが、そこは乞うご期待。来週もお聞き逃しなく。本日もお付き合いいただきありがとうございました。 MC 勝子と中村義勝でした。それでは皆様、素敵な週末を。